重量より下の方はタオルが使えな い, ない、はい、だから入る前に汗ちゃんと拭いてこないといけないです。でも戦ってると垂れるじゃないですかね、はい、そしたら あまりに汗がすごかったら拭けって言われるです、はい、審判の方ですからちょっとお前拭いてこいって言われる時もあるんですけど基本的には拭けないです。あ、そうなんですね、はい。ただちなみにこの大翔鵬も今場所再重量と言ったんですが重量に戻ってきたという意味なんですね。これ7場所ぶり、おととしの11月ぶりに重量に戻ってきているので大翔鵬としても、まあ、今勝ち先行してますけどまた負け越すと幕下に落ちるので一番一番必死なんですね。さあ時間になりました。両者の対戦成績大翔鵬の4勝1敗右覗きました大翔鵬です。前に押していく志摩ノ海、ここはうまく肩透かし気味でしょうか大翔鵬。ちょっと右の肩気にしますがここは重量の意地を見せました。さあ親方、そうですね、あの大翔鵬あの右四つが得意で右を差して差したところまで良かったんですけど、まあ、あの志摩ノ海こう足が揃ってましたね、片方はやっぱり足を出してこない